最初に言っておきたいんですけど、実は僕結構自動運転っていうこと自体があんまり嫌いな方で、僕運転するの好きなんで、なんかこういう技術なんて出すんだよとか結構思ってたりするんですけど、私全能アーキテクチャ若手の会、今回伝蔵さんと共催させていただいている全能アーキテクチャ若手の会っていうところの社会人士の代表をしてます芦原と申します。なのでクロスコンパスっていう会社で働いてますし、電気通信大学の栗原研究室っていうところで、博士課程にも通ってます。ちょっと経歴としてはなんか謎な経歴なんですけど、簡単に自己紹介から始めていきたいと思います。でマルチエージェントって呼ばれているものと、今回自動運転について考えるっていうことで、全能アーキテクチャの代表の大沢っていう人から、マルチエージェントと自動運転について話してくれって言われて、正直言うとマルチエージェントってそんなにその自動運転かどうかってあんま関係なかったりするので、どうしようかなと思ってるんですけど、いろいろと考えていきたいなと。そして先に言っておくと、例えばさっきの事例だと自動運転の技術について結構これから考えていくっていう風になるんですけど、どっちかっていうと僕は社会的視点っていうのがあって、その自動運転車が普及した時の社会の仕組みとして、こういうことがあると自動運転車ってスムーズに社会に溶け込むよねみたいな、そういう視点でもなんかディスカッションしてほしいなっていう気もあるので、単にその技術的な話でやっていってもいいんですけど、その技術が浸透した時の社会の影響から、自動運転車にこういうものが欲しい、ああいうものが欲しいみたいな、そういう議論もちょっとしてほしいなっていうのが、マルチエージェントをやってる人間からすると、お願いの一つかなと思います。で、とりあえず高校はど田舎から出てて、で、大学は電気通信大学にいたんですけど、もともと解析学っていうのを専攻してます。で、解析学を専攻した後に、数式で世の中を全てモデル化するっていうのが僕の夢だったんですけど、モデル化できない複雑な現象っていうのに結構出会うんですね。例えばそのイワシの群れだとか、そういうのって群れ自体を螺旋構造とか、回転する構造でその魚が群れる姿っていうのをモデル化はできるんですけど、実際にやってることってイワシの中には群れを作るっていう頭がないのにできてるから、そうするとモデル化しても意味ないなみたいな。なので数学で全部モデル化するのって難しいなっていうので、ちょっと大学院の、ところではどちらかというと、シミュレーションの方に入ると。でシミュレーションの方では、ディープラーニングを使ったシミュレーションとかをやっていたんですけど、ディープラーニングの数理とかに研究しながら、いろいろやってとりあえず出席を取りましたと。で大学院を卒業してからは、クロスコンパスインテリジェンスというところの研究員をやっているのと、あと全能アーキテクチャ若手の会というところで社会人支部代表をやってますと。で、僕なんですけど、そのドクターコースと社会人の両立ができるいい例になればいいなと。世の中多分これからちょっとずつその AI も含めてなんですけど、働き方変わるかなと思ってたんで、その時に一つの例として、社会人として貢献しつつ研究っていう面でもいい味を出していきたいっていうのが一つの今の目標になってます。で趣味っていうのは魚釣りとかバイク乗るとかなんですけど、冬は基本こういう格好をしてまして、でバーベキューするとだいたいこんなやつを。で、コンピューターすごい、数式とコンピューターすごい好きなんですけど、コンピューターが好きな理由っていうのは、こんな僕でも嫉妬して認めるくらいです。この写真で 93% パーソンって出してくれるコンピューターっていないなと。これ研究室の合宿で、3日未満この格好で研究室の合宿に出てたんですけど、この時に僕 の, その指導教員ですら誰みたいな感じだったので、それでもコンピューターだけは僕のことを人として認めてくれるってことで、すごいコンピューター好きです。で、基本的にはマルチエージェント系というか社会シミュレーション系とか結構好きなんですけど、ディープラーニングでものづくりも結構やってたりしてて、で社会的なものってただいわゆるその人間のものを決定するときもそうなんですけど、画像を見てものを判断するじゃ単調すぎるんですね。実際のところ画像を見てその場所にいてそこに何かがいるとか他の情報があって初めてものを決定するっていうのが当たり前なんですよ。だからそれにあんまりディープラーニングってそぐってないなってので、ディープラーニングって呼ばれてるのはさっき事例の紹介があったりしましたけど、僕がそのモデルとしていろいろやったりしてるのは単にその車載的な画像から加えて、そのさっきの車って右側のセンサーから反応して左に流れてきたよみたいな前情報をもらうことで、その後じゃあその車ってどうなるんだろうみたいな予想ができるとっていう風なモデルを作ったりしていて、だからこう赤に入ってるのが入力で、それを右のセンサーから左に流れてるよみたいな情報が流れてきたら、
次どんな状況になるかなみたいなやつをモデルに予測させると、なんかこう右から左に流れていくような画像が生まれるみたいな、そういうのも作ったりしていて、まあ僕の源流はディープラーニングでいいものを作るじゃなくて、人間のものの決定とか人間のものの考え方ってそんなになんか一個を見て決めてるわけじゃないから、その一個と社会的な周りの状況で物事が決まるよねっていうのをある程度再現したいっていうのが、このディープラーニングを使ってる理由の一つです。で、全脳アーキテクチャって呼ばれてるのは何っていうと、まあ、基本的にその脳とか人工知能とかで、それらがこうなんか、まあ、発展してった時に与える影響について興味がある人たち全員のためのコミュニティです。で、まあ、いろんな勉強会、今回で21回の勉強会になるんですけど、まあ、ここまで、まあ、ページにまだ10回以上しか書いてないんですが、もう21回になってます。で、たくさん勉強会をしてるんですけど、そういうふうにその脳とか人工知能とか、まあ、いろんなもの、最近ちょっと言葉として人工知能は特に流行りだしてて、でそういうのを勉強しようっていう人たちが、まあ、いつでも集まれるコミュニティになったらいいなと思っていて、まあ、そこを代表の大沢と一緒にこう作ったんですけど、で、まあ、どんな人でもいいです。若手の会っていうと若手どうなのってあるんですけど、例えばその、ね、スタッフで来てる門前さんなんかいくつでしたっけ？46です。あ、46十分若手ですで、若手の会の他のメンバーというか、大学の准教授とかもいたりするので、全然なんかこの学ぼうっていう気持ちがあったらいつだって若手だというふうに思ってもらっていいかなと。で、漫画家とかも見たりするんですけど、ということでこう、この後になんかこう Facebook のコミュニティとか見てもらったりして、まあ、気が向いたら入ってくださいということでお願いします。で、ここまでが導入です。結構長かったですね。で、マルチエージェントって呼ばれてるもの、まあ、基本的には僕はそのマルチエージェントそのものを研究してるんじゃなくて、マルチエージェントそのもののものの見方とか考え方っていうのは結構好きで勉強してるんですけど、マルチエージェントシステムってどんなものっていうところから入っていかないといけなくて、で、人工知能のアプローチ、まあ、人工知能の部分集合みたいなもんなんで、人工知能のアプローチっていうのがそもそもその人間の知性っていうのを対象にしてるんですね。で、マルチエージェントってどういうものを対象にするかっていうと、その知性の中にも社会の仕組みとか、そしてその社会の特徴とか、その社会的な知性みたいなものを対象としている分野です。つまり簡単に言うと、一人が賢くて何かやってるみたいな社会の仕組みじゃなくて、結構自律的に行動するオブジェクトっていうのは簡単に作っちゃう。例えば、人とか昆虫、車とかっていうのをシミュレーションの世界に配置するんですけど、そんなに難しく配置しなくて、人っていうのはとりあえず、とあるシチュエーションになったら、何々するだけってなるはずなんですよ。例えばどんなに賢い人でもその建物の中にいさらされて、でその後その建物で火事が起きたら、どんなに頭良くても逃げるだけしかできないじゃないですか。っていうふうに、その人の能力とかに関係なく、とあるシチュエーションになったらとあることしかできないはずなんですね。でそういう状況を、まあ、シチュエーションとして置いていって、でそうするとそのオブジェクトっていうのはその人の能力に関係なく比較的簡単なルールでモデル化できると。でそのモデル化したときにその影響、まあ、その実際にシミュレーションやってみてどうなるんだろうみたいなのを見ていくと。なのでこうモデルをたくさんこう数式でガチガチ作っていってシミュレーションするっていう世界に比べると、とりあえずこういうシミュレーション、まあ、シチュエーションだったら人ってこういうことしかできないよねみたいな状況から始めていって、まあそのいろいろ動きを、社会的な動きっていうのをシミュレーションで見ていくっていうのが、まあ、基本的にマルチエージェントでやっていく研究の大筋になります。ただこれは僕のあくまで僕の研究室の中でやってる一つの中身であって、その違うマルチエージェントの考え方もあったりするので、まあ、誤解してほしくないんですけど、これは一例だというふうに考えてください。で、まあ、実際にそのエージェントどういうことがマルチエージェントシステムなのっていう、例えばこれすごく簡単だよね。アリって呼ばれてるエージェントをいっぱい置くと、なんかこうアリの行列ができるみたいな、そうするとアリの行列はマルチエージェントシステムになるみたいな。で例えばこれもそう、なんかこう人がいっぱいいるデパートの状況から、なんかここだけなんか火災が起きました、でその時に人ってどうするかなみたいな、でそれをまあやるとマルチエージェントのシステムになるし、まあ、さっき自動運転の話が出てきたんですけど、道路の交通網に車とか人とか信号機とかそういうエージェントを置くだけで、まあ、実際に信号機は赤から青にするだけ、車は前に進むか右に行くかとか、人は歩くだけみたいな、それを作るだけでもマルチエージェントのシステムになると。あるいはロボカップのサッカーとかもマルチエージェントシステムとして見ることもできると。まあ、サッカーをするエージェントをいっぱい配置して、敵味方がいるっていうだけで、マルチエージェントシステムっぽいシミュレーションができると。で、特に僕の研究室の中では注力しているのは、このアリノスとですね、道路交通網は、最近僕がやってるんですけど、まあ、僕ともう一人その、僕は手伝いとしてやってるんですけど、まあ、この2つが結構メインで研究室でやってます。
で、アリノスのそのマルチエージェントシステムで何に使えるのって話ですけど、まあ、とりあえずアリノスの話って簡単に言うとこんな感じのことをやればいいと。アリってのがエージェントとして配置されると、アリって適当にこのとあるこれ餌だと思ってください。餌から餌まで、まあ、とりあえず歩いていくみたいな。で、歩いていくときにアリってなんかこう蟻酸っていうフェロモンを出すんですけど、蟻酸っていうフェロモンに従って他のアリがこうくっついていくみたいな、そういう風にやってアリの行列ってできてるんですね。で、餌を見つけて巣に戻るまでの現象っていうのをとりあえずアリはひたすら餌から餌まで歩いていって、で、その他のアリっていうのはなんかこう餌までついていくみたいな、その現象を作るだけで、フェロモンの残った濃さみたいな、フェロモンの色の濃さがこう、まあこういう風になんかこう、こういうところは太くなったり、まあフェロモンが浅いところは薄くなったりみたいな形で、なんかこう一つの道筋みたいなのができると。アリって結構合理的な、まあ、行動をしてるんだけども、このアリ自体は何をやってるかっていうと、合理的な行動をしようとしてるわけじゃなくて、単に餌から餌まで魚、まあ、行くときにフェロモンを出すだけでこれだけこうなんか複雑なアリの行列ができるみたいな、そんな仕組みがあるんですけど、たかだか2つの数式ぐらいでそれが再現できると。そんな大した問題じゃないなって感じなんですけど、実際にそれを食品サンプルのレシートデータとかに使うんですよ。で、あの食品のデータに使っていって、レシートでこう何時に何を買って何時に何を買ってっていう、そのまあ何ていうんですかね、レシートのデータをこう時間順に並べていって、で買った商品に対してこうアリと同じようなフェロモンをつけるみたいなやり方をやっていくんですけど、そうするとこの時間帯でよく一緒に買われる商品の組み合わせとか、例えばなんかよくあるのってビールとおむつっていうな、まあ不思議な話があって、ビールとおむつがよく一緒に売れるみたいなのがあったりするんですけど、そういうのって、まあ、こういうふうにフェロモンをつけていくと、なんかビールとおむつの間のフェロモンがすごく濃く残ってたりして、まあ、あんまり関係なさそうだなって思ってても、実は一緒に買われる組み合わせとかを発見したりできると。で、そうするとそれが分かった時には、じゃあその2つってよく一緒に買われるなっていうのが分かったってことは、それを近くに配置することで、まあお客さん自体も結構最適な動きができて、まあ、スムーズに買い物が終わるっていうふうな、ことが可能となったりします。で、こいつを使ったアルゴリズムで、まあ、アリノスのアルゴリズムで実際にデータ解析コンペティションとかやってて、まあ、ディープラーニングとかそういうのもあったりするんですけど、こういうふうにアリノスで何かやりましたっていうと結構面白かったみたいで、まあ、優秀賞もらったりしてます。で、またマルチエージェントのシステムって、まあ、ちょっとごめんなさい、画面が荒いんですけど、ツイッターのデバが流れる時のシミュレーションとかっていうのも行ったりできます。で、ツイッターってユーザー自体をエージェントとして考えて、情報をもらったらそれが嘘かどうか判断しながらリツイートする、あるいはなんかもう自分の言葉でツイートするみたいな形でやっていくんですけど、東日本大震災の時に結構なんかデマツイート流れたのって結構みんな覚えてるかなと思うんですよね。なんかコスナとか石油さんとかがなんか爆発したとか、全然関係ないようなツイートがなんか何万ツイートもリツイートもいっちゃったりして、デマ情報が流れたりした、余計にその国民の不安を煽ったみたいなツイートがあったりしたんですけど、じゃあデマって呼ばれているものはどういうふうに伝播していくんだろうみたいなやつを、そのツイッターの一人一人のアカウントをエージェントとして考えて、マルチエージェントのシミュレーションをやっていくと、デマの流れ方っていうのがよくわかると。で、実際にそのデマをどういうふうに流していくかっていうと、まあなんかこうデマの情報も真実の情報もよくわかんないけど、まあ見たことがない人とか、デマ情報は見たことあるとか、デマ情報を実際に投稿した人とか、訂正情報、まあそのデマはデマでしたよっていうふうに訂正した情報を見たとか、そのデマをデマっていう形で、まあこれは嘘ですよっていう形で訂正情報を投稿した人みたいな、まあ SIR モデルってよく呼ばれてるんですけど、そいつらに対、まあ大枠分類してあげて、そのエージェントだけでツイートの様子っていうのをシミュレーションしていくと、実際のそのまあツイートがこうリツイートされていって収束するまでの過程とかっていうのが実際のデータとほとんど同じように計測できるっていうのが分かってます。だからそんなに人間って何ていうんですかね、心理的にはいろいろ複雑なことをやってるって思ってるんですけど、意外と簡単なエージェントの仕組みで同じような、まあ、モデル現象が再現できたりするので、実はそんなに人間複雑な行動決定ってやってないよなっていうのが、なんかこういうマルチエージェントのモデルを使って、実験してみると分かると。で、よくその今回のこういう研究の中で、まあ、これうちの研究チームでやってるところなんですけど、これで分かったのは、意外とその有名人がデマをツイートするとそのツイートを、ね、いっぱい拡散しちゃうっていう現象と、まあ、それは当然だとして、その有名人がこれは実はデマでしたって流してもあんまり効果がなかったりするみたいな、結構面白い現象が起きたりします。
だからこのツイッターのモデルっていうのを実際にデマを拡散させてみてとかやって、そういうふうに、まあ、実社会で迷惑かけてやることってできないので、まあ、こういうふうにシミュレーション上でやっていくと、まあ、実際の社会の動きと似たようなことが起きたりすると。でこういうのがマルチエージェントシミュレーションなんですけど、まあ、簡単にまとめてしまえば、その個々のエージェントって呼ばれてる一つ一つの その要素ってのは複雑で大量なルールなんて持たない、そんなに複雑なルール持たなくて、まあ、簡単なルールから設計できていって、でシミュレーションの世界に置いてあげると。でシミュレーションの世界って結局その個々が単純なモデルなんだけど、全体として結構複雑な現象が起きるよねっていうのが、まあ、分かっていると。でそういうシステムを利用していくと実際に起きた現象がまず再現できるから、まあ、ツイッター上の人間ってこういうのでモデル化できるよねみたいなことが分かっていって、でそのシステムを利用していくと実際に起きている現象っていうのを、まあ、ちゃんと解析ができると。そしたらその新しい、まあ、実際に問題の対策もできるし、これから起きるっていうふうな問題の予測もできるだろうということで、まあ、マルチエージェントシステムっていうのはどちらかというと、そういうなんかこう自動運転のさっき その紹介に比べると、かなりこうその自動運転車がいっぱいあるような、まあ、挙手的な視点で結構見るようなシステムだと考えてもらえるといいかなというふうには思っています。で、そんな中でも結構そのさっき言ってたのが、まあ、イワシの群れの話をしたんですけど、実際のところマルチエージェントのシミュレーションやらなくても、まあ、全部数式でやればいいじゃないか、数式でモデルを作ればいいって数理の人とか結構言ったりするんですけど、世の中の多くのことってその起きた現象だけを数式にしようとすると理解できないことっていっぱいあるんですね。例えば人間がこういうふうに喋るっていうものをそういう、まあ、数式で考えていけば、まあ、喋るっていうことをモデル化していっていいんですけど、人間のその構成要素って一番下のレベルまでいくと細胞とか分子じゃないですか。細胞とか分子から喋るっていうところまでモデル化もできないし、まあ、イワシの群れとかっていうのもさっきケースとして話したんですけど、イワシの群れがこう回転したり、まあ、逃げ回ったり、あるいは拡散、まあ、拡散以外にもそのもう一回群れを形成し直したりみたいな習性って、イワシの頭の中に群れを作る仕組みがあるって考えるのが多分普通なんですけど、実はイワシの群れってそんなに単純な仕組みでしかなくて、整列するか結合するか分離するかっていう3つのパラメータだけでイワシの群れと全く同じものが作れるっていうのがよく分かる。だからその群れ その動きっていうそのもの自体をよく見ていくとすごい複雑な数式に見えるんですけど、単純にイワシの単体のモデルっていうのを簡単に作るだけでも、それをいっぱい配置するだけで同じ現象を観測できるみたいなことが起きると。だから構成要素の相互作用というのは非常に単純で、だけど全体として起こる現象ってすごい複雑みたいなケースがあるんですけど、そういうのを総発って言っていて、まあ、マルチエージェントシステムでよくあるのはその総発っていう現象をよく 見たいな。だから個々ではこんなことしかやってないのに全体で結構面白いことが起きるなみたいな、その総発の現象っていうのを見るのも結構そのマルチエージェントモデル、まあ、システムの楽しみの一つでもあります。なので、まあ、結構大事なのは大量なルール持たなくて単純なモデルをいっぱい配置していって複雑な現象を見ていくっていうところでマルチエージェントのシステムがあるよっていうところです。で他にもたくさん研究はあるんですけど、あんまり時間がないので、まあ、身内の事例以外の紹介っていうのは簡単にやっていくと、マルチエージェントっていろんなことができるよっていうことで、とりあえずバスが渋滞を回避するための経路選択について、とりあえずバスとかいろんな車を道路交通網で、まあ、シミュレーションの空間上に配置していって、どういうふうな、まあ、ことで渋滞が起きるのかっていうのを調べていったりして、あるいはエコな通勤っていうのを、まあちょっとエコな通勤で定義難しいんですけど、交通行動者、だからこういう電車乗ってこういう電車乗ってみたいな交通行動者をエージェントとしてシミュレーションしていったりとか、あとまあ最後にあるのは結構重要だったりしていて、災害時に避難をする際にエージェントをまあ大まかに2種類分けていって、行動をするまでと行動自体が遅いっていう、ちょっと制約付きのシチュエーションとかで避難させていったりするっていうことをやっていって、まあ、老人ホームとかの時に実際に避難する時っていうのは、実際の人たちが普通に避難する時に比べてどんなことが起きるんだろうっていうことをちゃんと、まあ、シミュレーションしていくっていうふうなことがあったりするので、マルチエージェント自体っていうのは、まあ、いわゆるそのシミュレーションみたいなもんですから、それ自体が超すごいみたいなことではないんですけど、マルチエージェントがいろいろやっていく中でその先に広がってる世界っていろんなものに使えるから結構すごいなというところです。ちなみにこの一番下のやつは、
松尾先生だっけ、松尾先生がそのマルチエージェントを深層学習に変えると全部同じセリフになるんですけど、まあ分かった人はすごいなっていう感じです。で、そんな中自動運転とマルチエージェントについて考えてくださいっていうことで、なんかご法作に言われたんですけど、結構な無茶ぶりで、なんでかっていうと、マルチエージェント のシミュレーションと呼ばれているものは結構難しいんですよ。で、これもここはスルーしますけども、自動運転と呼ばれているものは何をしてくれるのっていうのが、なんかちゃんと考えなきゃいけないですね、マルチエージェントするにあたって。で、自動運転が実現した時の社会って、そもそも今の社会と同じ仕組みなのかどうかっていうのも結構大事で、っていうのもマルチエージェントシステムって実際の道路交通網にエージェントを置いていって、でその時に起きることをシミュレーションしていくっていう 文化の考え方だから、まあ問題設定っていうのをちゃんと決めていかないと、構成要素を考えてこう研究にしていくって難しいなっていうの で自動運転のことをちゃんと調べていって、っていうところから始めていかなきゃいけない。だからマルチエージェントっていうその社会的な動きってどうなるだろうっていう物事を考えるときに、ちゃんとやるのは問題を設計することっていうのと、その問題に関して多少の妄想があってもいいのでしっかり設計をしていくっていうことが2つです。で、なんかこう ITS の、まあ、僕だと自動運転のプロジェクト自体に関わったことはあんまないんですけど、自動運転の話結構聞くことがあって、で、なんか国の自動運転って基本レベル4つに分かれてるっていうふうなことを聞いてます。まあ、これその去年の10月の資料なんですけど、まあ、運転支援がない状態からレベル1ってのは結局そのまだドライバーが運転するよと、でレベル2、3、4にいっていくに従ってドライバーが必要な段階はあるんだけども、レベル4になっていくと一応そのドライバーが関与しなくなっても動くよみたいな状態 でそれぞれが目指す起点があるんですけど、まあ、東京オリンピックまでの目処っていうのは大まかに言うとレベル3までらしいっていうふうに言われております。で、まあ、システム名ってなんか基本的にはそのレベル2、3、4、まあ、4点があるんですけど、なんか結構対象にしてるのが高速道路だったりしていて、まあ、自動運転モード中とかになると、まあ、高速道路で自動的にその、まあ、車線変更してくれたりとか、まあ、基本的には降りるまでは自動でやってくれるよみたいな。でレベル4になってくると、最終的にはドライバーはドライバーっていうよりはもう運転、まあ、自動車に乗った人たちは目的地までは何もしなくてもいいよみたいなことを目指しているそうなんですね。じゃあ年次ごとの大まかなプランはできているし、まあ、社会面や産業面っていうのはどういうふうな自動運転の影響が出るのかっていうのを調べてみると、まあ、基本的には自動走行システム化って呼ばれているものは2020年あたりのところで、まあ、それなりにこう完成させていくことを目指しているのかなぐらいな感じで、実際のところそのシステムの全体面っていうのを、まあ、大まかに見ていくと、これはいいかな、ちょっと面倒くさい気がしますけど、結局のところ、なんかシステムで考えているものっていうのは、まあ、自動運転って周辺環境からなんかデータを持ってきて、でそれに対してなんかこう自動運転者が認知判断をして行動ができるような仕組みを作っていくっていうことに他ならないってことなんで、マルチエージェントシステムっていうのが貢献できる部分っていうのは多分その青枠になるところ、周辺の環境からどういうふうなデータを持ってこれるかみたいな、特に車両センサー等から外部環境に対してどういうインタラクションをするかっていうところは結構貢献できるかなと思ってます。で、その理由の一つに、自動運転車ならでは取れるデータっていうのがあると思っていて、それが多分こういうものだなと思ってるんですね。まあ、ここになんか車が配置されてるなって状況に対して普通のドライバーだったらこの辺しか見れないわけですよ。この辺しか見れないんですけど、まあ、マルチエージェントシステムを使ったような、まあ、自動運転車であれば自動運転車としてもらえる情報はこの辺の情報ももらえるはずだっていうのが、まあ、基本的に僕の考え方です。で、なぜそれがいいのかっていうと、例えば自動運転車っていうのは、まあ、急な飛び出しに対してまだ弱かったりとか、いろんな情報問題があるんじゃないかなと思うんですけど、こういうふうにその各信号機のあたりから情報をもらえるような仕組みを作っておくと、なんかセンサーのこの動きでこっちからこっちになんか自動車来てるよ、自転車来てるよとか、歩行者が走ってるよみたいな、そういう状況っていうのを、まあ、実際にこの青いエージェントがキャッチすることができるので、まあ、そういう意味ではマルチエージェントシステムっていうのを使っていくと、そのより広い道路の範囲のものっていうのを認知した形で、まあ、ドライブ、まあ、自動運転車のエージェントが行動できるっていう風な問題設計ができるんじゃないかって考えてます。だからこう簡単に言うと、その青枠の青丸が今まで見れてた範囲なんですけど、マルチエージェント結構使っていけば
この辺の範囲のものが見れるから、結局のところこの辺から来てるよ、この辺から来てるよみたいな、その歩行者とか自転車みたいな認知しにくい急な飛び出しに対していろいろ対応するっていう話がしやすいんじゃないかな。そういう意味では不可視領域、まあその今までの一般的な可視領域で判断を行うようなケースから不可視領域の情報を得ることができていて、それをシミュレーションに活用することができるので、まあ、システムとしては結構情報が多くなって複雑になるんですよ。まあ、判断が難しいんですけど、その判断っていうのを高速でできるのは実際ディープラーニングをやれることの一つだと思うんで、まあ、そのディープラーニングをや、まあ、使い回しながらっていうのになるんですけど、新しい可能性はあるかなと思ってます。で、研究室では実際にどういうふうなことをやってるかっていうと、この間発表を佐藤さんの人にしてもらったんですけど、僕はこう手伝いをやってたりしていて、ディープラーニング使って、運転する状況よりは車の状況っていうのを信号制御して実際に早くその円滑な行動をさせてあげると。例えば自動運転車になっていったら、もうドライバーっていうのは、ドライバーというよりはもう自動運転車に乗った人たちっていうのは、単にその目的地まで設定したら、あとはもうほったらかしで乗れるわけですよね。完全自動運転だとすれば。そしたら、その時にできるだけ信号に引っかからない方がいいなっていう社会システムを目指していて、で、そのために、基本的には、やろうとしていることが、車の待ち時間を減らすような信号機の青赤のスイッチングを自動的にやるっていう研究をしていると。で、最初の方っていうのは、これディープラーニングなんで学習していく前は全然なんかこう溜まりまくるんですけど、ある程度学習を継続していくと、これかな、ムービーが流れない、あ、流れましたね。学習を継続していくと結構車が多少待つ時間はあるものの、車が全然さっきよりもストレスなく通過できるような信号機の制御ができたりすると。で、この信号機ってのを社会シミュレーションのエージェントと見立てて、これただ一つの交差点でやってるんですけど、これからその交差点をいっぱい増やしていって、実際にその目的地まで円滑に車が移動できるような信号機の制御を目指したりすると。なのでマルチエージェントで貢献できるところはって言われると、こういうふうに車そのものに何かをやっていくっていうわけではなくて、その車そのものではなくて車を取り巻く社会的な環境の整備っていうのに対して、うまく働くんじゃないかっていう予測ができてます。実際にその普通に交通量から算出した静的な信号制御に比べると、ディープラーニングを使った信号制御の待ち時間っていうのは 40% 減ったっていう結果が出たりするので、今後もこういう研究を続けていきたいなと思ってます。結局今後自動運転って着実にその実験研究の普及って進んでいくことは間違いないんですよ。普及っても結構進んでんじゃないかと思ったりするんですけど、じゃあマルチエージェントのアプローチってその深層学習みたいに実際に車自体を組み立てていくような形ではなくて、どういうふうに考えていくかっていうと、その自動運転車、それが普及していった環境に対するどういうふうなことをしていったらより社会が便利になっていくかみたいな話について、もうちょっと研究できそうかなっていうのがマルチエージェントの考え方のアプローチの一つかなと思ってます。で、自動運転車に比べると車の可視領域以外の情報ってもっと活用できるからもっと面白くなるんじゃないのっていうのが僕の考え方です。で、最後に社会現象についてとか、自動運転車が今回のイベントで結構困る人って多いと思うんですけど、困るっていうのは自分の技術がどうやったら使えるかなっていうのを考えなきゃいけないっていうのは結構大変なんですけど、結構でっち上げた方がいいです。最初マルチエージェントってこれができるからとりあえずこれできるんじゃないのぐらいの形でその自動運転に無理やり当てはめてみたんですけど、思ったよりマルチエージェント使えそうだなって思ったりもしたので、まだ全然研究事例がないんですけど、自分の技術を生かしてみようって無理やり考えてみることは結構その自分の研究をもっと愛せるようになったり、自分が勉強したいってものをもっと好きになるチャンスでもあるので、なんかこのディベートでいろいろ得てもらえるといいなっていうのが僕の、発表です。以上です。ありがとうございました。今回注文の質問を受け付けたのなんですが、質問ある方いらっしゃいますか。はい、ではお願いします。東京大学大学院の大戸と申します。最後のその DQN で信号 の動きをやるということだったんですけど、ここでその気球学習の方ですね、行動価値を予測する方が状態価値よりシステム的に優れているっていうのは、その先ほどのケースだとどういうところになるんでしょうか。
あ、もう一回行く、窮地なのか、それとも高度化と状態化とどっちが優れてるかっていうところで、信号自体は交差点だと基本的にそのこっちが青の時こっちが青みたいなシチュエーションないので、結構行動が単純にできるんですよ。そうすると行動の数が少ないから単に学習しやすいっていう、行動の可能性というか行動の価値自体を算出するっていうのが単に学習しやすかったっていうだけです。ありがとうございます。だからまあ、いわゆるそのこのシチュエーションを見てこの状態はこうだみたいなのを判断しようとすると、どのものって無限に考え方があるので、もうパラメータが多すぎちゃうんですね。だけどシンプルに信号機の行動における価値っていうのを算出するようにすると、信号機ってそれほど複雑な動きをしないから学習がしやすいっていうのが一つのメリットです。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか。はい、では質問をお出しください。あ、すいません。今ディープラーニングで、畳み込み層ですか。コンボリューションとプーリング、あそこで起きてることがなんかよくわからないっていうんですけど、あそこの層のパーセプトの一つ一つを一つのなんていうんですか、エージェントだと見なして、そこで起きてることをマルチエージェントの世界でいう自己組織化だと考えて、なんていうんですか、そのあそこで起きてる特徴抽出の謎を解くっていう方向性の研究っていうのは行われてるんですか。まあ、この質問の前に言っておくと、なぜみんなマルチエージェントの質問をしないんだろうとかこう思ったりもするんですけど、なぜみんなディープの質問しかしてくれないんだろうみたいな悲しさを覚えたりもするんですけど、なんかまあまあいいでしょう。簡単に言っておくと、あれってその特徴層が何を取って何をしてるかっていうのはあんまり興味ないです。エージェントがこういう行動を合理的に選んでるっていう行動の価値を最終的に出すこと自体が目的なので、畳み込み層で起きてることとかそういうものを解析する、まあ、機運はあんまりなくて、で、ちょっと言っておくと、ノートルダム大の大学院でこの交通制御に関して、まあ、実際に DKN を使っている修士論文があります。でそこに関してはそのドロモをもっとシンプルにして、ドロモを行列値にした形でコンボリューションのなんかこう性能とか見たりするのあったりするので、まあ、その辺はちょっとチェックしてもらえるといいかなと思うんですけど、僕はそんなに興味がなくてやってないです。すみません。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では一旦休憩に入りたいと思います。皆さん改めて拍手の方よろしくお願いします。